こんにちは、吉谷さん。すごいですね、インスタグラム。やっぱ企業案件が来るなんて。吉谷さん、やっぱインスタグラムで突き抜けましたね。私はインスタグラムほとんど手放し状態というかね、やってないかなっていうところですけども、たまにね、ナイト2000の写真を上げるといいねがポロポロっとつく感じですか。やっぱりね、私はね、 Facebook と YouTube これだけでやってますね。それからほとんどの時間は家族のために使ってるかなってことです。ですんでね、私もね、ビジネスめちゃくちゃしたいっていうことでもないですし、今のこのね、幸せな時間が、明日一日でも続けばいいなと思うぐらいですね。明日もう一日続けばいいと思うと、これが結構ね、続くということでございます。明後日以降の未来は不確定すぎてとても考えられないということがありますね。でね、対抗するわけではないんですけども、私はこれをやってるぜっていうのがありました。それはね、 Google マップのローカルガイドです。私は今ね、 Google マップのローカルガイドがレベル8の半分、4割ぐらいいってるんで、もうちょっと頑張ったらね、レベル9になるでしょう。で、多分ね、ローカルガイドのレベル8っていうのは Google マップの貢献度としてはね、非常に高くて、日本国内に30人はいないんですよね。20人から30人ぐらいです。で、ローカルガイドの5を超えると Google 本社から招待が来るんですよ。旅費とか滞在費とか一切出すんで、研修を受けに来てくださいってことですね。で、私はずっとそれを無視してたんですけども、今年ね、招待が来たらさすがに行こうかなと思ったんですけども、今回の感染症騒動でそれもちょっとなくなってしまってですね、来年再来年と航空便が回復した時にはレベル9とかになってると思いますので、その時は堂々とね、また行かせてもらおうかと思います。レベル9っていうのはちなみに日本国内に20人いないそうなんですよ。で、レベル10っていうのは最高ランクなんですけども、10人もいない、数人っていうレベルらしいですよね。で、この Google のローカルガイドがどうやってね、儲けに結びつくかっていうと、これはほとんどなくって、本当自己満足の世界ですね。でもね、やっぱりね、 SEO 対策になってるみたいで、 Google のこのマップのね、ローカルガイドのレベルの高い人が評価をした店っていうのは検索にかかりやすいっていうことになってるみたいです。やっぱり Google マップだって Google の一部ですからね、同じ検索使ってますんで、いずれ YouTube と同じぐらいの影響力がつくんではないかなと思います。将来的には Google マップ1本で世界中の人があっち行ったりこっち行ったりするんじゃないかなと思いますしね。やっぱりストリートビューとかもね、充実してますんで、私はこれからもね、吉谷さんの Instagram に対抗してするならば、このローカルガイドをやっていくかなってことですね。このローカルガイドで私でも誰にも負けないんじゃないかなと思いますね。日本のトップ30人にはとりあえず入ってるわけですから、で、このまんまレベル9とかレベル10っていうのは必ず目指しますん で行くと思いますしね。現在レベル8も、今年になったんですけども、もう4割クリアなんで、来年中にはレベル9になってると思います。この調子でいくと、これなんかポイントがたまるんですよね。いろいろと活動したりアンケートに答えたり、実際にあちこち行くと、私はだから47都道府県行った挙句、47都道府県のポイントも埋め込みましたし、口コミも書きましたし、写真もね、何十枚ともなく、そして動画も何百本となく、Google に埋め込んでますんで、かなり貢献してるなと思いますしね。あと海外にも行ってますんでね、海外に行ってインドネシアでしょ、で韓国でしょ、でアメリカ、ハワイ、その他の何カ国行きました、忘れましたもん行ったんですよ。行った時はやっぱり漏れなく埋め込んでますんで、なかなかね、私の活動範囲も広いんではないかなと思います。とにかくね、 Google マップっていうのはアクセスポイントがなければ自分で作ることもできて、自分で作ったところに写真連発みたいなね、もちろんそのコメントもしっかり書かないといけないですけどね、私が言えるのはこれかなと思います。私のね、いろんなネット活動の中で今の、先行投資としてやってるのはこれかなと。いずれ Google マップが脚光を浴びるときは来ると思いますよ。これだけ利用されてるわけですから、その時にローカルガイドのレベルによってアクセスが担保されるというか、例えばね、お店が流行ってない方はローカルガイドレベルの高い方に口コミを依頼するって仕事もできると思うんですよ。こちらから持ちかけてもいいですしね、そうなったらそこの店が検索されやすくって、アクセス、いわゆる来店が高まるとかっていうことにもなると思います。だからね、インスタグラムにはちょっとね、私、吉谷さんには全然及ばないんですけども、その代わりローカルガイドっていうほとんどの方が利用する割には見過ごしている、そのポジションでやっていこうかなと思います。ここでもね、私がね、数年後にはここでまた1億円稼ごうかなって計画ですからね。いろんなことやってますけども、結局はね、何やってもその道にずっと居続ければ稼げるんだと思うんですよ。だからそれをやるしかないかなと思います。で、ところでね、今回のサムネイルは、年収1000万を稼がしたみたいな、ちょっと懐かしいサムネイルにしてますけども、吉野さんこれ見てください。懐かしいですね。
じゃあ8日にはね、そんな話も9日かできればいいと思います。また直前でいいんでご連絡ください。なんとなく9日来そうだよみたいなことはね、家族に話しておきます。ではいってらっしゃい。